私はシングルマザーです。娘のマナミ、マナミは死にました。警察は事故死と判断しました。でも事故死ではありません。マナミはこのクラスの生徒に殺されたんです。犯人は2人。これからその2人を A、B と呼ぶことにします。殺人が悪だなんて僕には誰も教えてくれなかったなんてね。僕は君と友達になりたかったんだ。あの子はやればできる子なんです。ただ悪い友達に騙されただけなのに。僕はまっさらな気持ちで君たちに向き合いたい。先生、このクラスは異常です。法律があなたを守るとしても私はあなたを許しません。なぜあの子は死ななきゃならなかったの？何を言い出すんです。エルテルなんか死んでもいい。君は明らかに出来損ないだよ。 あいつこそ出来損ないだ。ザマーミロ、ザマーミロ。折口は悪魔だ。殺してやりたい。想像を絶する告白があなたの命に突き刺さる。今極限のエンターテインメントが幕を開ける。告白。これが私の復讐です。